はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ということで、本日はですね、こちら、新ジョブマナダイバー性能評価ということで、まあ、新しくやってまいりました、クラス5ジョブ。こちら、25日に追加されるみたいなんですけれども、まあ、このクラス5マナダイバーの評価をしていきたいと思います。かなり強そうなんだよね。書いてある効果も強くて、ダメージアビリティを強化したり、最高度を付与できるアビリティを持つ攻撃特化型のジョブ。専用装備であるマナベリは奥義ゲージを消費することで主人公の攻撃後にアビリティで援護を行う。マナベリは盾と同様特定のマルチバトルでのドロップなどで入手することが可能ということで、まあなんか書いてあるんですけど、基本的にやっぱ最高度を付与する攻撃特化型のジョブっていう、まあここら辺がですね、すごい攻撃回数稼げそうで現環境に合ってそう。なんかジータジータなんか調整あれこんあ合うこんなんだったっけ？こんなんじゃなかった気がするんだけど。いや、何がとは言いません。私は何がとは言いません。まあそんな感じなんですが、ちょっと性能の方を見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まずね、ここから書いてあることが強いんだよね。基本アビリティがエーテルサクション。敵に持続性ダメージ。CT を一つ吸収して自分の奥義ゲージに変換。味方全体に刻印付与。ということで、まあ CT 吸収と刻印付与をね、なんか両立してるようなアビリティだね。付与する刻印の種類は自身の属性によって変化。それこそ、カオスルーダーとウォーロック。まあこのキャラクター、カオスルーダーとウォーロックの合わせ技なんだけど、カオスルーダーとウォーロックの、まあ、ディレイとエーテルブラストの2つを、噛み合わせたような、アビリティになってるね。 CT を1つ吸収、スローじゃなくて吸収になってるので、まあ、CT を、吸い取れる範囲が広いっていうのが、まあ、まず1つの魅力っていうような感じかな。ただデメリットとしては、奥義ゲージに変換と刻印を付与。刻印を付与したい場合と CT を吸収したい場合が両立できなさそうですよね。なんでかっていうと、刻印を付与する場合って、もう1ターン目、0ターン目に使うじゃん。なので、まあ、そこら辺がどうなんだろうっていう感じはする。はい。まあ、ただ、口述するんだけど、初手から使えそうなタイミングはあります。はい。で、リミットアビリティ、ワイルドマギーカ。敵に持続性ダメージ。自分が効果中必ずトリプルアタック。奥義ゲージを 50% 消費して単身工事攻撃行動を2回行う。ということで、確定 TA プラスダメージプラス最高度っていう感じだね。はい。まあ、これが、これ以外にもすごいなんか強そうな、マナベリっていうさっきのね、アシスト系のやつを使うことができるから、まあ、見た目以上に攻撃回数は多そうかなっていうような感じがする、で次シークレットトライアド。敵全体の CT を3つ増加、味方全体に持続性追撃効果、奥義ゲージ 30% アップ、刻印を付与。で、付与する刻印の種類は自身の属性によって変化するということで、まあこれが初手で使えるのかなっていう感じだよね。これを初手で使って全体に追撃つけて、CT 増加させるんだけど、エーテルサクションによってその CT を1つ吸収する。で、刻印は2つつけるっていうのが、まあ最短、最速の編成で使うならありそう。シークレットトライアド、エーテルサクション、口述するんだけど、刻印3つがトリガーなことが多かったので、このマナベリ、配布された使われるマナベリっていうやつが、まあ、刻印3つっていう風に考えると、もう1人刻印キャラクターいるとより強くなれるのかなーって感じで、ちょっと面白そうですね。で、リミットアビリティはオーバートランス、強化アビリティ。自分にオーバートランス効果。奥義アビリティの発動に奥義ゲージを消費しない。使用可能3ターン後。っていうことで。まあ、結構、なんか奥義ゲージ使うっぽいんだよな。下見ていきましょう。サポアビ、魔導戦士の英知、味方全体のアビダメ性能アップ。はい。サポートアビリティ、ノータパクティウム。主人公の通常攻撃と奥義発動後、奥義ゲージを消費して、マナベリが特定の行動を行う。ということで、まあ、通常攻撃と奥義で、奥義ゲージを消費する。から、まあ、虚偽と詐術とかを適当にぶち込んでるとちょっと難しいのかなっていうような感じになったかな。まあ、だから多神人を使うのか、まあ、自分がどうするのか。多神人エーテル、多神人シークレットトライアドエーテルサクションみたいな形でやって、まあ、虚偽と詐術を持つとか。まあ、なんかちょっと奥義ゲージを、主人公の奥義ゲージ管理っていうのが必要になりそうな、予感だね。で、それ以外の部分で言うと、フルオートで、奥義を、主人公が奥義を打たないっていうのはちょっと面白い部分だよね。
主人公のメイン武器でめちゃくちゃ魅力的だなっていうのがないとか、あんまり奥義打ちたくねえなっていう場合において、この主人公を、フルオートで、メインに置いてあげて、奥義を打たない、例えばシークレットトライアドで追撃最初にばらまいて、自身は奥義を打たずにそのまま通常攻撃をぶちかましまくる、ワイルドマギかシークレットトライアドエーテルサクションみたいな、まあそんな感じで動いていけそうなので、まあ、かなりなんか、アタッカー、本当にアタッカーによってるフルオートでも使えそうだなっていうような感じはしたね。バイキングと比較しても、個人的にはバイキングよりマナダイバーの方が、まあ、見た感攻撃フルオート適性はありそうな感じがするな、理由としてはあれだね、この下のあれだ、刻印ばらまけるっていうのもあるし、そう、全体に刻印を付与っていうのがあるから、まあ、単純にその部分で安定感、例えば刻印に応じてダメージ軽減アップとか、まあ、刻印に応じて系統のキャラクターを入れることによる安定感の上昇もあるし、口述するこの今説明するんだけど学べりっていうやつの、効果にも寄ってくる、はい、でアビリティとサポート効果ってのがあるんだけど、これはサポート効果ってのがデフォのサポアビかな、サポアビか、まあ、もしくは奥義打った際に発動する効果か、これどっちかだね。アビリティっていうのが通常攻撃時に発動する効果かな、専用効果装備である学べりは奥義ゲージを消費することで主人公の攻撃後にアビリティで援護を行ってくれるっていうことで、アビリティで援護を行うって書いてあるから、このアビリティっていうのが、まあ、攻撃、まあ、もしくは奥義を打った際に、ね、発動するやつかな、でまあサポート効果が持続性の刻印の数に応じて攻撃がアップする、まあ、サポアビっぽいよね、なんか優秀そうな感じがするね。でシャルク、攻防ダウン累積、まあ、攻撃した時に、敵に攻防ダウン累積を与えるっていうのは便利で、全体は刻印の防御、刻印の数に応じて防御アップ、でここから強い、リバヤさんミニステル、持続性の刻印が付与されている時、ターゲットに関わらず6回持続性ダメージプラス、敵全体に敵水効果かな、まあ、溺水効果っていうのがちょっと何か正直よく分かってないけど、どうなんだろう、溺水効果が、まあ、割と永続できるような簡単な効果だったらいいんだけど、まあ、効果時間とかにもよるよね。まあ、サポート効果で追撃を持ちながらも、敵全体に溺水ん6回持続性ダメージっていうのを与えられるから、そこら辺考えると、まあなんか、まあ、溺水っていうデバフによる、俺あんま記憶ないんだけど、なんか溺水って何ですかね、はい、そんな感じだね。でユグドラシルミニステル、刻印が付与されている時4回持続性ダメ、自分以外の味方にバリア効果ということで、こちら耐久寄りだな、条件も難しくなさそう。サポート効果は非ダメージ時ターゲットに関わらず4回持続性ダメージということで、まあこれも強そうだね。攻撃回数多そう、通常攻撃で4回ダメ、耐久で非ダメージ時に、持続性、ただし、あそっか、自分以外の味方にバリアだから、自分の非ダメージは、まあ、割と受けやすい感じになってるのかな。それこそただ、フェディエルの1アビの1番バリアとかを張っちゃうと、もうこのユグドラシルミニステルは行きづらくなっちゃうし、敵を選びそうな感じかもね、でルオーミニステル、味方全体の HP 回復、弱体を1つ回復、これ強くね通常攻撃時にこれ発動するなら強くね、普通に、で、自分の大きいゲージ上昇量アップ、おでミニック、敵のアイテムドロップ率アップ、でサポート効果がアイテムドロップ率アップということで、このミニックっていうやつはアーカルムの転生の宝箱縛いたらランダムで出るっていう風に明言されたかな、確かね、ドロ率アップ系、まあ杖と探検っていう風になってるから、まあ割とそうだね、まあ TA 確定編成とかドロップアップも込み込みでできるっていう風に考えると、まあ面白そうなやつかな、探検杖か、で、バハムートミニステル、持続性の刻印が3つ以上付与されている時、ターゲットに関わらず8回持続性ダメージ、これなんか木村さんがちょろっと言ってたんだけど、なんか強いらしいこれはなんかバハムートだけに強いっすよみたいなこと言ってたんで、まあこれはちょっと期待かな。フルオート刻印3つっていう条件がちょっと難しいんだよね、はい、刻印3つっていう条件、主人公が刻印2つ付与できるんだけど、あと1つをどっかで持ってこなきゃいけない、まあ刻印石召喚とか、まあメインに刻印石を持つとか、
まあ、刻印付与キャラクターを追加するとか、まあ、いろいろやりようはあるんだけど、何にせよ刻印3つのためには1つなんか刻印を足さなきゃいけないよねっていう条件付きだね。はい、でサポート効果は奥義性能アップっていう感じだな。はい、まあ、そんな感じで、まあ、意外とこうやって見ると攻撃回数が多いキャラクターが、まあ、攻撃回数自体も多そうなんだよな。そうだから、まあ、攻撃特化のバイキングよりも、まあ、あの強かったりする可能性はあるかなっていうような感じがしました。うん、まあ、そんな感じだね。シークレットトライアドの追撃効果が持続性追撃っていうのもでかいね。これあの持続性追撃ってレアなんですよね。あの追撃効果ってかぶっちゃうと、光追撃と光追撃がかぶっちゃうときつい、ダメっつうか、うん、なんかきついんですよ。そこら辺考えると持続性追撃効果っていうのは、まあかぶりづらい追撃枠っていう風になってるから、追撃として、優秀かなっていう感じがする。あとはどうだろう、ウォーロックなので他のキャラクターのアビリティ、他のキャラクターのもう一個追撃あったじゃん、チェイサー。あのチェイサーと被る、ただ持続性追撃そこら辺被るんちゃうかな。さすがに被るよな。チェイサーなんか持ってるジョブ、あーいたかな、これ何このジョブ義足を使っている。例えばウォーロック、はい、これで、このチェイサーも持続性追撃だから、ただチェイサーと被りそうかな。そうだよね、チェイサーとちょっと被っちゃう。まあもともとブラックヘイズがあるので、ブラックヘイズってミストの上位アビリティだから、まあ、ブラックヘイズ持ってもいいし、ミゼラブルミスト持ってもいいっていう感じで、使い分けデバフとしても優秀なものを持ってるし、レプリケーションキャストとか持ってもいいか、まあ、なんかちょっと面白そうですよね。ウォーロックのなんか基礎系統のアビリティをそのまんま持ち込めるっていうことも考えると、さらに夢が広がるかなって感じがする。まあこれがバイキングの EX アビリティなんだけど、リミットアビリティでほら、ベルセルクのアビリティも持ってるじゃん。こんな感じで持てるから、そこら辺を考えるとですね、なんか面白そうですよね。ということで、まあ今回の、マナダイバーなんですけど、いろいろと妄想が膨らむ優秀そうなキャラクターということでフルオートだったらこのバハムートミニステルを持って、メイン石刻印石っていうのは俺はマジであるかもしれないなとちょっと思ってる現状。刻印石は、刻印シリーズとかあったっけ、刻印石って4凸してないといけないんだけど、4凸してた場合において、初手から刻印がつくっていう優秀さをお持ちなんですよね。例えば道具、メイン装備時、バトル開始時、味方全体に刻印付与、これが生きるかもしれないね。うん、まあそんな感じかな。ということで、俺の中のマナダイバーの評価はこんな感じでございました。皆さんもご意見あれば下のコメント欄で教えてください。それじゃまたお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。